声来てないよ。ああ来ました、どうでしょう、来た、あよかった、あよかったよかった、もう喋ってみて。はい、こんばんは。はい、オッケー。あ、うん、はい、みんな聞こえましたという、ふるさと、ふるさとはね、懐かしかったっすよ本当に。あの高田のね、あの辺も中高とちょろちょろしてましたんで僕は、うん、まさかこんなとこでこんなことをやりに帰ってくるなんて、ね、思いもしませんでしたけどね。同級生とかに会わなかったですか。同級生とかには一切こう告げずに隠した隠しにして、行きましたけども、うん、でもあれですよ、それこそ高田とかね、地元のお客さんにお帰りなさいって言ってもらえるなんてね、ちょっといい経験しましたよ。こういうのもいいもんだなーってね、うん、いいじゃない。いやそうなんですよ、本当嬉しかったですね。今日皆さんいつもと違うのお気づきですかね。なんかこのこの、うん、分かる、新しすぎるんでしょ、消しゴムカッチカチなんですよねこれなんか消しゴム違うのあります。いやまあそれもそうなんですけど、もう悪魔さん書くのも消すのも大変かなと思って、今日は悪魔さんの前に1台パソコンご用意したんですけども。ありますね、疾病の。これ何かって言いますと、悪魔さんの重い代弁くんなんですよほほうつってそこのウィンドウにね、ちょっとなんか悪魔さん打ち込んでいただいて、カチャカチャ打ち込んでいただいて、うん、鹿とトナカイ、そうですね、鹿もいつもと違いますけど、これは奈良帰りってことでね。そうそうそう、ま、マウスがめんどくさいですよね、マウス。なんだ、ヒヒヒヒヒヒイントネーションはこれどうにもならない感じかねそういうことです、そういうことです。めちゃめちゃタイムラインで草生えてますけどいやまあまあまあそういうことですね思ったより優しい声あれもう一回ですか、何これ、思ったより優しい声出ましたね、はい、これちょっと上げます、音声いやこういうのも、まあ、ちょっとちょいちょい試しながらね草草ですよ、うん、コアックマって言ってって言ってますよ。だからなんかね、声に出して言いたいことがあればそれ使っていただいて、ブタコア口ちょっと面白いですねで、まあ、イラストとかこっちにいつも通り書いていただいて、ねこれ結構受けてますみんな長文になると難しそうですね。そうね、ちょいちょいだからこういうのも織り交ぜつつ、はい、いきましょう、ね、これいいかもしれないですね、てなわけで、奈良県行きまして、はい、まあもちろんお土産もたっぷりいただきましたが、今日はね、奈良のお酒からちょっと2本チョイスさせていただきましたので、早速こちらの方にね、はい、いただきますか。はい、逆でしたね。逆だね。そうだね。俺こんなもらえるのかと思った。一周置いちゃったんでなんか。いやほら、大体これぐらいですよね。前回ほらもやしいなかったでしょ。はい。そしたら中山カメラマンがさ、そのなみなみ継ぐのさ、ジャバジャバジャバっつって。風情がない感じになります。はい。奈良の酒。奈良の酒です。奈良の酒ですよ。魚の方のイントネーションでした。これは面白いですね。本日1本目の酒。あ、その前にこちらの番組の紹介をしましょう。こちらの番組は、あれ日本酒が一つもない。悪魔様が、全国各地の手下の皆様からいただいたお酒を、美味しく楽しく飲みながら、皆様の、前で番組でね、こうやって、いろいろレビューを書きまして。よいしょ、こちらのねレビューシートの方にレビューを書きまして、うん、そしてそれを一冊の
本にまとめて皆様のもとにお届けしようというね、ということですということです便利なこれほらあのイベント現場とかだと PP に入れてるんですけど、あの高田はね、あの学生さんがバイトでブースを手伝ってくれたんですよね。はい、で学生さんがほら売ったものをちゃんとずらーってメモってくれてるんですけど、これが何か分かんなかったみたいでね。うん、うん、そうそうそう、うん、つい痛かった。 JK そう JK ねJK ですよJK がねノート的な何かって書いてたんですよ。でもその JK は頑張ったり7冊も売ってたんですよね。やるな JK と思って、何か分からず売ってたってJK ね、JK 頑張ってましたよ。いやありがたかったですね、本当。店番なんてね、なかなか入ってもらえるところないんでね。みんな JK にめちゃくちゃ受けてますけど。という番組でございます。というわけで本日の1本目、こちらちょっと寄っていただけますか。奈良県奈良市今西西米商店さんの春鹿、赤のおにぎりですね。これ青のおにぎりもありますけども、ちょっと左に回転させてもらっていいですか。こっちかな、はい、あ霧が見えましたね、はい、超辛口原酒となっております。美味しそうですね、はい、これはね、お手紙ついてたんでちょっと読みますか。はい、ちょっと読みます。これはいつもね、だいたい月に最低でも1本はくださる熊猫さんからでございますよ。あ、なるほど、あんま紹介向きの文面じゃなかったから読みません。まあでもね、悪魔様っぽいってことでね、鬼を切っちゃうってことでね、読みませんが読めよ。打つの早いっすね、その読めよこれで。マウスに持ち替えてクリックして読めよ。なんかもう読めよ。もう使いこなしてるんですか。というね、という感じにいきますけど、涙出るわ。じゃあもう早速乾杯しましょう。乾杯ね、おにぎりでございます。奈良のお酒いただきます。乾杯。乾杯。うん、すごい。タオルじゃん、タオル。さすが。さすがです。もう適量だとちゃんと飲み方もね、コントロールできてますよね。前回もどうにもならん量でしたからね。はい。でもちょっと、というわけで、うん、美味しいですね。こちらがね、ちょっと、あ、なるほど、赤青のおにぎりは夏季限定なんですね。はい、うん、色って違うんです。そうです。穏やかな香りと深みのあるうま口の酒、辛口の酒は数あれど、この切れ身は他に類を見ない、まさに超辛口の神髄と書いてあります。これは酒だよ。なんかでそんな外人っぽいイントネーション、片言なんですか。これは酒だよ。中国語。これは酒だよ。これ進まないじゃん番組。いいおもちゃを手に入れたみたいな感じになってますけども、じゃあ早速レビューシートの方、これか、油性のペンある。あなた、これは酒だよ。あなた、うん、もや様っぽい声ですねこれね、確かに。そうですね、うん、もやし油性ペンちょっと、じゃあこちらの
ね、レビューシートの方にあくむさんが項目の方から、書いて採点していただきます。これ結構きつめですね、アルコール。うん、ああ、なんかこれは酔っ払いそうですね。ちなみに悪魔さん、あと次回の放送でボリューム9の素材揃いますんで、今回と次回で油性ペンがないですね。油性ペンがない、ペンないよ、ね、ペンないよペンないよっつってペンないよ、あれいつものあのペンないよ、ペンないよ、ないね。あ、ありましたね。悪魔さん、ちょっとなんか長文一発頼みますよ。あの、油性ペンありました。あ、それいいね、それいい。さすが。一応これ書けるかわかんない。中山さんぐらいになるともう放送を聞いてくれてるんですね。これめちゃめちゃ出ます。これいい感じです。太いって言うと思うな。じゃあいきます。いやー、すごい、なんかあれですね、今日アバターのバリエーションがすごい多い感じしますけど、これ何ですか、なんか、あ、アバターのショップ。中山さんさっきコメントしてた、すいません、コメントをね、あの悪魔さんのせいで全然拾えてないんですよ。アバターのショップ、アバターのショップ、なんかね、ディズニーとかね、ハイジとかね、サンリオとかね、のアバターがなんか売り出されてましたよ。さっき中山さんの悪口言ってたっしょ。中山さんの悪口なんて言ってました？言ってないっすね。言ってないっすね。電車で吹き出しそう。確かにね。これちょっとパン。あ、なるほど。打ち込んでる悪魔さんがちょっと仕事できるやつっぽい。確かにね。あるね。タッチペン二刀流がいいですよね。ですね、こっちからじゃ見えないですけど。悪魔さん、スマホもパソコンも使います。いけます？どうぞ。手下の皆さん、こんばんは。新しい技術を手に入れたよ。これからもよろしく。ま、今夜も乾杯しようね。おー、いいですね。いいですね。もう一回同じのいいですか。開業のところが意外と短いんですね、区切りがね。でも手下の皆さん、こんばんはとかすごいスムーズじゃなかったですか。はい、すごくいいって言われてますよ。手下の皆さん、こんばんは。新しい技術を手に入れたよ。これからもよろしく。ま、今夜も乾杯しようね。あー、いいいいもうすごい。これは新しい武器ですね。感動したよって。乾杯しようねって言ってますよ、みんな。素敵バクって言われてますね。天才。いや、マジ天才っすね。使いこなすまでの速さね。すごいわ。じゃあ早速あのレビューの方をね、どうぞお願いします。ちょ、これ今日下敷きがこれになっちゃうんですけど、いいですか。もしあとこれの替えない、別に、ね、それが硬くないやつない、やったらないですよね。ただあれですね、イラストの仕込みが減りそうでちょっと不安ですね、僕的には。あー、いつものセットの、あのバインダーを、そう、よく言ってくれました。あのバインダーね、あのバインダー使えよお前らって話ですから。変なよ。そうだそうだ、大人気悪魔さんバインダーね、これも高田の方でね、完売いたしまして、まあ売り上げ、ペンペンペンないよ、ペン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 あります。あ、よいしょ。売り上げ絶好調とは言えませんが、あのそこそこに売れておりますね。というわけで、よいしょ。ホワイトボードマーカーもなかったりします、もしかして。じゃあホワイトボードマーカーは買ってよ。 ありますよ。あれ？ありますよ。ありますあります。ペン立てだけちょっと
そうだね。だってなんかいつものセットが見当たらないですね、はい、買ってよこの片言感がまた可愛いんでしょうね。ブルマ再販してほしいな。ブルマまだありますよね。ブルマは多分ありますよ。ね、アリオではねすぐ売り切れちゃいましたけども、あの時全部持っていったわけではないので。あ、来ました。ほらほら、もういつもの中山がもうオラとは言わんばかりオラよと。こっちがいいの？あ、そうですね、そうですね。ちょっとくたってるぐらいの方が。あ、中山さんにちょっと一言あるみたいなんで、ちょっと待ってもらっていいですか。ペンダイ色じゃないよね。お礼だと思います。そうですか。お礼、いや楽しみ、うん、中山おここれ面白いな。めちゃめちゃいいじゃん。僕もそれでもう一人だけで番組やる。そうだよね。そうだよね。もう成り立つよね。髪の電源入れてさ。のりちゃんありがとね。ずっとこれね、これね、これね、どういたしまして。機械の声なんだけどなんかもう違うもんね、心伝わるもんね、というわけで、1つ目の項目がキレからド、迷ってます。4か5か迷っての4、うん、ちょっとペン変えましょう。こっちにしましょう、こっちにしましょう。はい、キレからド4ね。いや本当一人でできますよ、あくまさん。こんな喋れたらね。おこからののりちゃんありがとう。みんなにもうちょっとキュンときてるみたいですよ。こうなんだろうね、なんか新しい感覚だよね。うん、丁寧な物言いだから。そうそう、あと声なんじゃない、はい、その高青年っぽいもんね。2つ目の項目原種の国4、うんうん、なかなか千里ない。何するの、あくまさん、まあそうか、ギター押さえれんだからいけるのか。直でよ、タイピングできるんですね。ペン変える。細い方がいい？ペン変える。細いのにします。ペン変える。はい、お願いします。それでいいですか？あと、そうな、これもっと太いもんな。あれ、のりちゃん持ってきた、いつものやつない？その、それ。これですか？いつも。うん、いつものマッキー。スタンダードマッキー。あ、当ての紹介してください。当ての紹介してないですね。押せるもんですね、うん、太いとやばい。何がやばい。いや別にこれいつも通りでしょ。言いたいだけでしょ。いや腹痛い。なんてことないこと言ってるんですけど。やばい。その細いので言ってください。そのあれですね、句読点とか句読点とかもうまいことも使えてきてるんですね。間が完璧ですもんね。太いとやばいですもんね。はめて。なんだろうこれ。
変な放送になっちゃったな今日。これ日本行けるのやばい。これああ面白い。もうなんか痛い。キャップなくなったもん一個。はあ、はあ、これあれなのかな、音のバランスとかいいのかな、全然全然なんか細いのもやばい。細いのもやばいっすよ。一回書いて。落ちた落ちた落ちた、キャップ落ちた。ああ。これああ今日大丈夫ですかこれ。ああ疲れた、酔いが回るもんね、もうね腹筋がもういやもうやばい、言いたいだけ。そう、ほんとそうですよ。ああ何だったらちょうどいいんだって、ね、そうね全然あくまさんもう30分経ちましたからね2つしかまだ項目2つしか書いてないはあ、でもほんとこれなんだろう、悪魔サンダーとかも悪魔さん一人でやりません？これ何これ、おにぎり、おにぎり度1、おにぎりなのにおにぎり度は1、これいかに、あ、ゼロ、ゼロね、ゼロね、おにぎりとゼロ。いやまあそうね、でも名前おにぎりだから1ぐらいあってもいいんじゃないですか。やばい、なんかなんか言いたそうあ、この技術を使ってイベントのステージできませんか。いやできますね、これね、できるできる。悪魔会とかもこれできますよね、うん、クローズイベントとかもねいやなんだこれ、すげえすげえ、もう腹痛いな文句あんの文句はない、文句はないですけど、ゼロなんですね。まあ おにぎりではないですね、おにぎりですからね、うん、まあまあゼロでいいでしょう。声のニュアンスは選べんの、今男性ボイス女性ボイス2種類しか選べないですね、うんね、文句あんの優しそうって言われてます確かに優しい目ですね、うん、僕的にですか、僕的にこれ結構美味しいですけど、これめちゃくちゃ酔いますよね、ちょっと強めっすね、強いですよね18度だほらね、うん、ガツンと きますし、こんだけ笑い転げてたら多分酔いも早いでしょうよ、うんうん、あ、何、女性ボイスも聞いてみたい。あ、なるほどね、伊達さんも飲んでるの。伊達さん飲んでない時はありませんからね。飲んでますね。じゃ あの気が向いたらちょっと切り替えてみますか、うん、あ、当てね、これね、当て置いてますよね。当てはね、これも奈良でいただいたんですが、これは奈良のものではなく博多って書いてある、博多ですね、福岡県福岡市の何、お料理中村屋さんの博多お料理ですね、明太マヨ味のかまぼこってことですね、うん、一口サイズのかまぼこですね、これいいですね、はい、明太子の話したばっかすもんね、前回だか全然なんか、ね、うん、一応いただきましょうか。四つ目の項目はちょっとイラストになってますあ、なるほど、中にまんま入ってました、明太マヨが、うん、明太マヨをかまぼこで包んだ一口サイズのやつです、うんうんうん、これちょっとイラストなんで見せます、はい、4つ目の項目じゃん、ゾロ感4、おにぎりですからね、ね、ワンピースのゾロですか、はい、5ではないんですね、いやいや、いいですな何も文句はないですあの赤間さん、ちょっと一回皆さんのご要望でこのここをクリックしてもらって、そうですそうです、
で、ちょっと一回発射してもらっていいですか、音声。文句あんの。ああ、なるほどね。こっちも落ち着いたトーンですね。いや本当そうね、コアちゃんとか悪魔さんだけの番組だから年末ほらダメよダメダメうまいうまいやつダメよダメダメやばいですね、これ電車とかで聞いてる人今日やばいっすねぶっ込んできますからねほんでも古いシエレ来てるとかいいですね。ね、悪魔さんた一人でやりましょうよ今年。これできんじゃないですか全然。あでもそうか、なんか読み上げる人に対して答えるのはいいけど、読み上げるのはな誰かいないとダメか。いやでもこれはすごいな。なんかこれだけの特番とかやりたいですもんね、うん、いやなんだろうね、何ベガスタの良さはスタッフさんも一緒の番組です。いや、うんまあ、そういう番組こういう番組とかも、まあ、あってもいいですけど、クリスマスライブだわ。ああそうね、23はね、23はミラクルですけど、ね、帰ってきたら一人で放送してくださいよ僕らちょっとお休みに入りますんで、ね、じゃあ5つ目の項目お願いします、ね、これあキャラさんの間で流行りそう。あ確かにね、喋れないキャラさんはね多いですからね、ほとんどがそうですからね、うん、男声の方がでもおもろいっていう意見があります。まあ僕もちょっとそうですね。うん、男声の方がじわりますよね。こぐまたけ一人っていうのもありなのかな。うん。そうね。この片言のイントネーションがいいかもしれないですね。だから悪魔さんはほらイベント会場グリーティングとかでも岡持ちスタイルでここにほら。ね、あのジャンプの漫画なんだっけ、あったでしょ、これで喋るやつ、なんだっけ、出ない、あれですよね、あれメガネの人、あそうですよ、もやしみたいな人言わすと続きますね、5つ目の項目、はい、ババン7度5このクソ、うん、使い回してきましたね前書いたやつですよねこれね。というわけで、はい、奈良感はあるという、うん、まあ確かにね、じゃあベスト当ての方ねお願いします。スイッチだ、スイッチ、ああはい、うん、そう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 みたいにねだからイベント会場で岡持ちスタイルでノートパソコンでこれでずっと喋る、うん、太いとやばいって言ってやばい人のステージ見てやばい、ベストアテンの方が奈良漬け、あ奈良漬け、タコさん奈良漬け好きなんですか、うん、結構好きなんで、タコさん奈良漬けとか食ってるの見たことないですけど、あんま漬物とかあんま食ってるか、奈良漬けね、奈良漬け、まあ僕はあんまり好きじゃないですけど、奈良漬けってどんな、奈良漬けってほらお酒かすで漬ける、うん、ね、奈良漬け多分ね誰かにもらってますんで、うん、中山とか奈良漬け全否定してますからね、うん、ね、僕はなんだかんだでね、実家には寄らずだったんですけどね、3日間とも飲んで夜は。奈良漬け、色悪い。色悪いですよね。深茶色みたいな、ね。よくないですね。あれが食欲をそそらないですよね。
わかります。ああ、今来られた方ですかね。悪魔様の声、そうですよ。今日だけ悪魔様は大便くんを手に入れてますからね。なら漬け持ってこい。なんだろう、その一泊あるのもうタイミングも掴んでますね。振りが合ってますね。これからずっとこれがいい。あ、本当に好評ですねこれ。中山が当てをくすねに行ってましたが、じゃあ、本日1本目の酒ね、こちらを例えるならばお願いします。春鹿というブランドのおにぎりですね。うん、そうそう、おもちゃ手に入れたらイラスト描かなくなる。いや、そうです、今日まだここにイラスト1個も描いてないですからね、悪魔さん。これね、でもね、そっか、このペースでいったら過去最多のイラスト掲載数になると思ったんですけど、ここで急に止まりましたね。うん、でも結構あるんですよね。もうね、だいぶありますよ、今回はのっけから飛ばしてたんで。あれ、ボリューム8出たのいつでした？この表紙ってことは、これを撮ったのが5月。なんか奥付けみたいなの書いてない。ああ、そうか、そうだよね、5月27発売だ、うん、ってことはだいぶ経つね、もう半年経ったんだね。こんばんは、大和高田オツでした。こんばんは。イラストも見たいから今回限り。いや、そうですね、だからまあまあ使いこなしていくうちにいいバランスができていくとは思うんです、うん、今日はちょっともう喜んで使いすぎなので。というわけで、本日1本目のお酒、はい、春鹿おにぎりを、例えるならばこちらです。じゃじゃん。夏も秋も冬もあるけれど、奈良にしかない春しか酒。うん、いいですね。うん、うまい、きれい、うん、ダジャレ。分かってます。ダジャレって面白いですけど。なんだろうな、なんなんだろう、ね、ダジャレだよ。分かってますよ。分かってますよ。ああ、面白いな、なんだろうな、なんでこんな面白いんだろうな、うん、なんかね、うん、悪魔さん打つの早いねって言われてますよ。ダジャレ大変ですね。というわけで、本日1本目のお酒、はい、奈良県奈良市今西清兵衛商店さんの春鹿おにぎりでした。ありがとうございました。うん、そう、不意にぶっ込まれるとウケるっていうのはすごいわかりますよ。あ、これお願いします。では2本目のお酒の準備お願いします。今日告知いっぱいあったから巻きで行きたくて2本にしたのに、もうめちゃめちゃ押してますよ ね。本日2本目の作業はね、なんと悪魔さん、このバインダー発売したでしょ。で、レビュー書いて、それと一緒に送ってきてくれたら嬉しいななんて言ってたでしょ。第1号届いたんですよ。あれ、なくなった。なくなった、あれ、レビュー、あれ、ああ、ここだ。ここでした。あ、びっくりした。
第一号届いたんすよってなくしたのかと思う。いいやつだな。いちいち受けるな。何なんだろうなこれ。これ写していいですよね。これいいやつだよ。褒めちゃる。褒めちゃる。こんな感じでね、このいつも の, あのイラスト部分も直筆のイラスト、写真の部分も、手書きのねボトルのイラストを描いてくれてですね、はい、これ良くないですか、ね、これすごいんですよ。もうビッチビチに描いてくれてますよ。もちろん本人、これをねあの召し上がった上での感想です、うん、誰ちゃん誰ちゃん、ゆかあしゃちゃんです。ゆかあしゃちゃんね、まあ、地元のね、ということで、で、え、1日目に買って飲んで書いて2日目にくれたのかな、これってことだよね。すごいですね。か、アリオに誰か友達に頼んでいたのか。ゆかしゃちゃん、ありがとね。ありがとね、ありがとねって可愛いですね、なんか。というわけでね、皆さんも、もし気が向きましたらお酒飲んでね、あ、美味しい、これいいんじゃないって思うのあったらこのように書いて、はい、それを添えて悪魔さんにちょっとね差し入れしていただけたりしたら嬉しいなと思います。というわけで本日2本目の酒がこちらですね。これまた渋めのラベルですが、うん、ちょっと寄ってもらっていいですか。はい、とってもいいよ。腹立つ。なんだろうな。なんなんですかね、このとってもいいよ。2回言わない。感情のこもり具合がね、あの色逆にいろんなこっちのね思いをかきたてますよね。というわけで、2本目のお酒、奈良県吉野郡吉野町三吉野醸造株式会社さんの、ヤマハイ元花ともえでございます。はい、花ともえね、いいですね、いい名前ですね。じゃあ早速ちょっといただいてみましょうか、ね、これね色がねだいぶちょっと黄色がかってますが、はい、本日2本目のお酒、奈良県吉野のお酒でございます。花ともえ、いただきます。乾杯。うん、タオルどこ行った？タオル？あったあった。わあ、わあ、わあ。何これ？うわあ。うわあ。このイントネーションは何基準につけてんすかね。最初のダヒヒヒヒといい、うわあって言ってますけどね。これすごい癖ですね。なんだろうこれ。あ、遅くなりましたが、こんばんは。いや、いらっしゃいませ。もう一回聞きたい。すっぺし5。なんてなんてなんて、すっぺし。ちょっと書いてくださいよ。すっぺし5。すもういいっすよね、星3つみたいな、そこでやったらいいっすよね。いや確かにそうなんですけど、うん、すっげーっすよねこれ。これじゃあ、レビューの方お願いします。この酸っぱさは何これ。聞き取りできない。いやもう聞き取らなくていいですよ。酸っぱいっすね。酸っぱい。何これ、お酢でもない梅でもない。一つ目の項目、すっぺし5ですよ。すっぺし5。
ってた俺読み上げなくてもいいやつもう一回、もう一回ちょっともう一回いきますよ。一つ目の項目がすっぺし5 なんかもう楽しい間を計算してもう完全に大中さん言い終わる前に押してますもんね面白いバッチリなこれやばいっすねいやとにかく酸っぱいですよ。あのね本人のレビューもそうなんですよ。酸っぱみがねあの、うん、5突き抜けてね足してますけど9になってますからね、はい、いやそれぐらいなんですよ。あのちょっとねあの日本酒の度を超えた酸っぱさ、うん、あのまあお酢をそのまま飲むほどはいかないですよ。ただこれ日本酒だっつって出されて吹く人いると思いますよ、うん、ブーっつってなんかワイン的なあれですね、うん、ワインそうねワインとも梅酒とも白ワインっぽいそうなんかちょっと近いんだけど、うん、独特いやもうこんな日本酒があるんですね。いや、癖が本当にすごいわ。で、他にもね、あのね、いろいろ、ま、レビューをね、いただいてるんですけど、その、ポテンシャルであったり、キリリであったりね、その、あるんですけど。ああ、できました？悪魔さん、二つ目の項目が彼かに。彼感に枯れた感じの彼感ね彼、うん、もう一回いいですか。2つ目の項目が彼感に分かる。しかもダメだな、もうめちゃくちゃ酒回るなこれうん、彼感に、そう彼感にですよ。あの山灰のね、感じが若干その、うん、枯れた感じ、すげえ顎痛いもんな、もうねえ、ま、そうこれだから山灰元っていう割にはそこまでではないですけど、まあまあちゃんと山灰っていう味をしますね。うっすらね、うっすらね、そうこれもう今ハモりましたね。うっすらね、うっすらしますよねああダメだもうああじゃあ3つ目ちょっとどんどん言ってくださいねああうっすらねのイントネーションバッチリしたね今ね。夏の終わりのハーモニー夏の終わりのハーモニーね、ハーモニーって言ってますけどそっか、ワとハのあれがそうだね、ハーモニーって言ってますなんで今のって言われてますよ難しいですね、日本の夏の終わりのハーモニー。うわうまいうまい、そうそうそう、句読点入れるとかね本当ちょこれすげえ俺後で吐くんじゃないか番組中すげえ酔うなこれ。これもほんで強くないですかこのお酒。これも18度ですよ。ああ、うん、今日は2本とも。いやそう、ほんでほらもうこんなに笑い転げてたらね、まあ、結構酔ってますよ、まあ、ねああすごいわ。ああいやそうでしょ、みんなもきっと面白いでしょこれで。だからまあ番組にもよりますけどね、これをうまいこと使いこなすのに向いてる番組が、まあこの番組も向いてんのかな、うん、ワーモニーにちょっと ハマってる人いますけどね、いやーこれほんとすごいな。なるほどね、なるほどね。3つ目。
しいですか、普通ですか、こんな長いのちょっと待ちますよ。あのね、これなんつったらいいんだろうな、日本酒と梅酒と白ワインの、あとうっすらウイスキーの枯れた感じ、あーヤマハイ、うっすらですよ、うっすらねのやつですよ、うん、のうっすらね、中間ですよこれね、ではできましたかね、3つ目の項目がワイン好きにもおすすめ度4あ楽しいワイン好きにもおすすめ度が4 なるほどね、そうですよそうですよ、だからワイン好きにも梅酒好きにも飲んでほしい一本ですよねこれね、すごい癖もありますけど、というやつ、うん、いやほんと不思議な味、これは初めてですね、決して美味しいってわけではないですけど、いやでもねこれすごいハマる人いると思うな、僕はハマんないですけどあのいや本当こういう味もあんだねっていう、ほらほらもやしもおかわりしたね、これちょっとねあのね試してほしいです皆さん、ハマる人10人に1人はいると思うな、うん、なんて書いてあるのこれ、ああそういうことか、マウスに苦戦してます、いやそうですよね、マウス使うにもその足場悪いですもんね、のりこさんの飲めるかも、いやいや飲めんのかもな、日本酒感そんなないですからね、というわけで、4つ目の項目が美魔女度4あれ俺だけなのかな、美魔女度、美魔女度 4? 美魔女、なるほど、うん、確かにね、あのねこのお酒の説明にね、いただいたレビューにも書いてるんですけれども、この花友恵は例えるなら40歳を超えた女性なんだそうで、若いだけでなく表面上の美しさだけでもなく、酸いも甘いも乗り越えた 一筋縄ではいかない女、うん、なるほど、あなたの扱い次第で優しくも厳しくもなっちゃう味なんだそうですよって書いてますよ、なるほどね、40超えた女性、何言ってんの4いや分からないですけど、まあ、そういうことらしいですよ、設定中がその何ていうのイメージ、別に40年寝かしてるわけではないですけど、そのそういうのをイメージしてこのお酒を作ってるってことなんじゃないですか、そういうことにしておきましょうよね美魔女は酸っぱいのねまあまあまあ、うん、女は40超えてから、うん、そうね、うん、素晴らしいレビューっつってね、うん、いやほんと なんだろうあのね、なんか これ言うとなんか誤解されるかもしれないですけど、タバコ吸いたくなる味、なんだろう分かんないわかんないよね、うん、そうなんだそうっす、うん、わかんないですよね、喫煙者じゃないとわかんないですよね、そうですよね、じゃあ後で食べるわ、まだ20代タバコかもしれないですね、いやなんでボソってタバコね、そうそう、僕今タバコ吸いたくなる不意に来るからただつぶやいただくからすごいなんかすごい面白いんだけどね、タバコダメ、絶対です、そうね、タバコダメですね、スワン君知ってます？
あの禁煙を推奨してるキャラ、僕すごい見た目スワン君好きなんですけど、僕めっちゃ喫煙者じゃないですか、だからいつもあの近寄れないんですよ。フナヤンの次に僕スワン君好きなんですけどね。見たことないですね。スワン君。そう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 。フナヤンは確かにいいですよね。フナヤンはいいよ。見てる。睨み合い。なんで睨み合いなの。睨み合いね。そう近づけないからね。トマチョップと似てるんですか。トマチョップと似てるのあのね、白鳥かぶってる。男の子設定だから一緒ですよね、作り的にはね、うんうん、そうなんです。あとね、あのもう一つ情報を言いますと、あの床車さん的ベスト当て、はい、酒粕クリームチーズ with 柿チップス、生物なんで別荘しますってやつが今日までに届かなかったんですよ。残念。酒粕クリームチーズちょっと食べて高かったですよね、うん、ウィズカキチップス、ちょっと興味あったんですけど、ちょっとね残念ながら今日の放送には間に合わなかったんですよ。このお酒飲まないで取っておいて、またまあまあそうね飲めば、うん、あなるほど。でもそうそうなんですよ、めっちゃパクって書くのかと思ったら違うこと書いてましたね。あとね、いきます、俺様的ベストだって、届いてないよ。あて届いてないと5とか。あてそうなんですよ、いやこれ本当明日とかに届くんでしょうけど、うん、届いたらあの届いた瞬間またこのお酒開けたいと思いますので、はい、さんと2人でね、楽しみにしております。あとねこのねイラスト、ボトルのイラスト書いてここにね、はい、生酒って書いてるでしょ、用冷蔵、はい、ね、に関してはあんまり気にしなくていいって書いてあります。うん、いやダメですよね。自己判断ですよねこれ。用冷蔵は用冷蔵でしょ。うん、あとひげ文字の花ともえっていうこのタイプね、ひげ文字でしょ、はい、は取り扱い店がすごい少ないらしいですよ。貴重なわけでございます。普通のやつは違うんですね。うん、腐るよ。いや、ヨーレーズもね、冷やしてないと腐るよね。うん、腐るよ。もう一回いいっすか。腐るよ。負けた。腐るよ。腐っちゃうよ。あ一言の破壊力パナイって。疲れた疲れた。酔いますねこれはね、ほんと。あ、パナイ。パナイっすね。いや、あーちょっと、いや過去ないぐらい酔ってるなこれ。大丈夫かな。何。パナキ。パナキ言ったんすか。リンゴゴリララッパパナキ。パナキいいっすよね。じゃあ最後例えるならばの方お願いします。ちなみにね読みますと、ゆかしゃさんの、例えるならばこちらです。じゃじゃん。あ、ちょっと、変幻自在よそじ女の千本桜吹雪。うん、いいんじゃないですか。いいと思いますよね、40過ぎた女性というねイメージのお酒でございますから。いや本当変幻自在ですよこれは。あのね多分明日飲んだらまた全然違った印象を受けると思うんですこのお酒、うん、ね。でほら届いたあてと一緒に食べたらまたそれで味も
変わってくるでしょうし、難しいこと言うね。ちょっとためがありますよね。ね、難しい、ちょっと難しいこと言いましたね。はあ、お腹痛い。やりてか。なんで声変えた。やりてかっつって。ああ面白い。やりてなのか。なんか念をしてくるの結構きついですね。声を変えることによってやっぱ何から言われてるような感じになる。なるもんね。死んだ。疲れた。きっとやり手だわ。もう二役始めました。なんか出たわ。そこで会話しちゃってんじゃないですか、もう。やり手に違いない。だ死ぬ。その意見いただいたわ。肺が死ぬっつってますよ。じゃあ、いやーやばい。ちょもう一瞬視界白くなったわ、もう。二人出すのやめって言われてます。ああ、しんどい。やばい。やばいっすね、もう。もう箸倒れただけでも笑いそうなくらいウケるっす、もう。本当もう今何言われても受けちゃいますよね。ああ疲れた。いやーちょっと落ち着きましょうね。はあはあはあ疲れた。いやーおかわりしよう。深呼吸ね。いや深呼吸します。本当にもうなんだっけ、例えるならばね、お願いしてたんですよね。ああそいつの名前つけようぜ。いやだから大便くんですよ。これ大便くん手に入れたんですよ。あの大便くんの顔をよく見た疾病ですけどね。なんかのイベントの時にあったんですよ。これ去年の羽生ですよ。羽生です。疾病と鶴ちゃんと、あ、DJ の、うん、コラボしたでしょ。その時のやつですよ、うん。当初はステッカーが逆さまでしたけどね、ステージ上ではね。もう面白かったですけどね、うん。今年のステージもね、本当は、うん、あの今日までに発表になってればちょっとね内容をお知らせしたかったんですけど。あまだね、あの公式発表はされてないので、うん、まあ、近日中に出るんじゃないかなと思いますが、まあ楽しみにしといてほしいです。もう一つだけ言っとくと、今年コアちゃんと悪魔さん一緒にステージしません。おそれだけ言っときます。それだけ言っときますね。
と大便くんは登場しません。それだけ言っときます。うん、いやそうなんです。いやそれぐらいびっくり。腹立つ。腹立つ。腹立つな。いやそれぐらいね、あのね、今年はね、いろんなことを仕込んでますけど、あのね、昨日のガタちゃんみたいに内容は言わないですけど、ポロッと言っちゃいませんけど、まあ楽しみにしといてくださいとだけはもう自信を持って言えますので、近日中にね、公式発表あったらね、ツイッターでコウちゃんやアクモさんにね、絡んでみてください。うん、ねえ、ほんとね、疲れちったな。あのもう一回1本目のお酒もらって、はい、いやほんそうそう、昨日ガタちゃんはほら放送でポロッと言っちゃったもんだからアーカイブ残せないみたいなこと言ってましたけどね、うちはそんな下手は打たないので、うん、そうですよ。いやほんと なんだろうな、このマシンは本当にね。あ、できました、行きましょう。本日2本目のお酒打ちます。これ長いの打たないですよね。花友へ例えるならばはこちらです。じゃじゃん、はい、ふるさとの笑顔と人情が溢れる町の酒、ミクの頭に花友へ、うん、キャミクちゃんキャネ、ね、わかりますよ。ミクちゃんの歌、ミクちゃんキャネ、ね、あのキャノとかみんな GCB メンツなんか勝手に足上げるの揃えて決めてましたよね。ミクちゃんキャっつって、ミクちゃん、ミクの頭に、ミクの頭に花友へキャまたつあ面白い。いや本当ね、高田のステージ豪華でしたね。 GCB もね、久々フルメンツであんな4曲も演奏して、で2日とも瀬戸り変えてね、市政70周年の歌も歌い、いや良かったよ本当に。あれはちょっとね、うるっときましたよ僕も、うん、いいステージだったなと思って。対戦の音また出なかったですけどね、焙煎すぐ音出ないとこっち向いてこうやってくるからね。いやほんとね。焙煎音出ないゲイ出ないゲイね、出ないゲイ音出ないゲイね。毎度のことですから、そんな驚きはしないんですけど、ね、出てからのほら、自分の楽しそうな感じがね、周りの人をね、こうやきもきさせてるのに、まあ本人のんきなもんだわっつってね。あれはあれでいいですけどね、パイセンいるからこそ GCB のステージ絶対晴れるっていうのもありますしね、暑くなるぐらい日差しますからね。いやあれは、うん、あれ素敵なステージでしたよ。にゃんごとのステージもね、豪華でした、ね、ナーフやっとけ音出なかったらね、音出ないんだったらナーフ打っとけって話ですよね確かにね、その次のステージでめちゃめちゃやってましたけどね。にゃんごとのステージもね、もう豪華ですもんね。ふなちゃん、もうふなちゃんがもういるかのようなメンツでしたからね。ギター、ベース、ドラム、キャラメルメンバープラスコアちゃんで、あれがもうだってほら、僕はヤンゴがほらサイン会急遽やったんですよ。したらもうすごいことになっちゃって、で周りのブースにも迷惑かけてるぐらい人だかりになっちゃって、でもあそこほらスタッフさんがねいないでしょ、少ないでしょ、だから僕がもうシャシャリ出て列整理とかしてたんですよ。したらで次ステージあるんで、このペースだとにゃんごちゃん休む時間なくなっちゃうんでみたいな、ここで最後尾みたいなのを勝手に切って、スタッフさんに最後尾の負担持ってもらったりしてたんですけど、やっぱにゃんごファンの方はやっぱみんな分かってくれてるんですね。いやじゃあしょうがないっつって、悪魔さんたちとのステージめっちゃ楽しみにしてるから、もうサイン諦めるっつって、聞
き分けがいいみたいなね、うん、なんかちょっと嬉しかったですけどね。物分かりいいね腹立つな物分かりいいんですよね、そうそんな感じでね、うん、というわけで本日2本目の酒がね、なんだっけ、奈良県吉野郡吉野町、三吉野醸造株式会社さんの、山灰元花智恵でございました。すっぺしすごいためたね、すっぺしってね、レビューの方も本当ありがとうございました。皆さんもね、こんな感じでレビューいただけると嬉しいです。というわけで今日のお酒はねこの2本で終わりなんですが、ちょっとね告知の方がいろいろございまして、なんだっけ、どの順番、時系列順に行きますか。じゃあ悪魔さんなんか打ってるんで僕勝手に告知の方していきます。画像がねここかな。まず今週末、全然違った、これあのフワコアの時の画像そのままいっちゃうおじさんのコーナー違います、いっちゃおじさんのコーナーではないんですよあのちゃんとあの酔っ払って言ってもちゃんと告知はちゃんとしとこうと思ってね、いっちゃおじさんのコーナーではないです、まず今週末、小樽の方にね行きますが、どれだこれか、うんがっぱちゃんとこでね、ちょろっとやりますんでこのグッズ出ます。告知お、うん、そして、来週からは、皆さんをお待ちかね、羽生の方ですが、ふわこわでやったんでね、さらっと画像、新発売商品画像出していきますが、告知告知うるさいな、告知いや、ぬいぐるみ新しいの出るの久々ですからね。で、新しいラバーキーホルダーに、保冷バッグ、トートバッグ、クラッチバッグ、スイッチングトート、そしてお弁当箱、まだできておりません、これ、多分新しいちゃちゃいで腹立つな、まだできておりませんが、もう間もなく、シュッシュ、そしてパーカー、多分スタッフがこれ着てますがね、これも新しいCが腹立つ、そして、ピンズくじ、これちょっとね新しい試みなんですよ。シークレットも一つありますんでね、皆さんちょっとやってみてください、うん、そして、これ出た、これいろんなとこに貼ってほしいね、ステッカー2種、そして、うん、アクリルキーホルダーね。で、これがねあのねまたね数量がちょっと少ないからね、朝からね、ちょっとねまあ欲しい方、どうしても欲しい方は並んでいただかなければならないかなっていう、ニットと一杯、何なんつった今、あ、一杯ね、一杯、一杯何が一杯一杯ね、一杯ね、一杯ないんですよ、情報があの混乱するんでねやめてくださいね、新しの一杯新しの一杯ですよね、そう、新しの一杯なんです。このねあのブローチもねすごい可愛く仕上がってますんでね、3タイプありますが、そしてカラーバリエーションもいっぱいありますが、数量はそれぞれ少ないので、どうしても欲しい色型がある方は、朝ちょっとお並びいただいてくれます。そして、ゆずちゃんブースで、なんとねうちの悪魔さんのデザインのものが出るというね、これも新しい試みですが、T シャツ袖口に、悪魔さんが書いた、くずいくずいね、くずいやつ、ね、これあれですよ、あの須崎で、ね、悪魔さんがゆずちゃんブーツで書いた落書きをそのままプリントしてるだけですからね、ロゴも悪魔さんの手書きですという感じの羽生のラインナップね、はい、いいでしょ、いいんですよ、うん、そしてこれか、
俺様書いた。今言ったでしょ。アクアさん書いたやつね。そうそう。そう、アクアさんが書いたやつ、がプリントされてるんです。あ、その羽生の前日からです。お尻かじる虫こと悪魔さんの手下の3つがね、川口店に移動になりまして、アリオ川口。言った？あ、言いましたよ。アリオ川口店の方のタワレコで、こちら。違う。じゃこれでもいいのか。まず悪魔さんのコラボティーの、なんと眠ってた在庫 SM が出てきたので、お尻かじり虫。うん、そう、お尻かじり虫の発音いいですね。お尻かじり虫が、移動になり、これをなんとね、向こう持って行ってちょっと眠ってた分売るっていうかね、 S と M しかございません。しかもそれぞれ少量しかございません。なのにおまけがつきます。こちら伝説の T シャツをがなんとポストカードになって帰ってきましたので、いいね、こちらの方をね、ちょっと楽しみに。まあね、小さいサイズでもいいよって方はね、ぜひ買っていただいてポストカード手に入れていただけたらなと思うのと、そしてそしてこちらですよ、メインはこっち、ピッ。なんと、タワーレコードとカパルとクッカマさんの、コラボガチャが出ます。もうそう、そうなんですよ、出るんですよ、ピがね、こちらが出ます。これがね、全6種類プラス、このね、この6種類プラス、シークレットが2つ。ピッ。もう言いますけど、ピの、あの、シークレットの1つ、ピですわ。ピ、ピ缶バッジですわ。これ内緒ですよ。そんだけ言うか。なんとピが缶バッジにもなったんですね。シークレットです。うん、うん、ピ、ね、当たります。ピ、あ、そうです、そうです、8分の1でピ当たりますんで。でもう一個は、これもちょっと言っちゃいますけど、カパルの直筆のイラストですね。豪華ですよこれ、結構ね、両方シークレットになってます。これのための、直筆です、書き下ろしですから、うん、ね。いや本当ね、なかなかちょっとね、3つもカパルのピ当たります。ピではないです、カパルピしたことないんで、まだカパルはピではないんですけど、ちょっとね、ちょっとこういうの書いてっていうのをね、書いてくれたんでね、ぜひこれね、お近くの方は、お近くの方でもない場合でも、羽生ついでにちょっと寄ってくれたら、ね、カパルのピじゃないの当たります。この辺痛いもんね、もうずっと笑ってそうですね、顎のあたりピッチャーない方がね、かばるのがね、当たりますんで。だって川口なんてあれでしょ、新宿から20分ぐらいで行けちゃいますもんね。だから東京とか埼玉とかお住まいの、かばるのピッじゃないの当たります、消したんだよ。ちょっとこぼれたわ。そう、ピッチャーない方ね。羽生からはそんなに近くもないのかな、池袋からとかのが近いですもんね、川口だったらね、うん、いや本当はもう足つったっつった。最後もう一点、ね、12月のこれは何日だ、10袋袋って言いたかっただけでしょ。12月、これ 何してる、秋葉の方に行くんですよ。12月 11?10? ああ、そうね、そう、うん、そうそうそう、秋葉行く10日。そう、10日の方にね、12月10日、秋葉の方でね、秋葉エンタメマラソンっていう企画の中の、1コンテンツとして、AKB さんと、AKB さんがね、GCB さんとご一緒しますんで。聞いた、高田で言ってたけど、GCB さん
とご一緒するのに石田さんいないって言ってたよ。えらい違い。いや似たようなもんですよ。もう DCB も頑張ってますからね、ただボーカルチェンジということで、メンバーチェンジが多めですからね DCB もね。なんとボーカルがクビということで、ボーカルゆきゆきさんとタコさんは来るらしいんでね、まあ、その辺でね、ちょっと楽しく盛り上げてくれるんじゃないですかね。さよならあっさりしてますねさよならっつって、そちらの方でもね物販があるということなので急遽、そちらに合わせたグッズをねちょっとデザインしてみようってことで、ロンティーと映した方が早いか、じゃじゃん、ロンティーこれ2種、色が出るかどっちかになるかはちょっとまだ最終決定まだです、ね、白プリント黒地に白プリント袖口のね、プリントがいい感じですよね、うん、悪魔的にかっこいいね悪魔的にねと、トートもね、ネイビーデニム地かな、デニム地に白か、黒地に紫か、いやまあ色素材そしてプリント色悪魔的に持ちやすいね、まあ、まだね、最終決定ではないですが、まあまあこのようなデザインになります、はい、そしてもう一個こちら右端、はい、これ何でしょうかね、これ何ですかね、悪魔さんこれ何だと思います、これあ悪魔的にバッジあくま的にバッチです、ね、これはもう確定だと思っていてください。こんな形ね珍しいでしょ、はい、でもこれちょっとかっこよくないですか、はい、これとまあだからこのトートにこのバッチつけといたらもう悪魔的ですよね、うん、そういうね悪魔的にピンバッチ、いやそうですピンバッチです缶バッチではないでしょうそれね、なんか大きさがちょっとこの紙では伝わりづらいかもしれないですけども、数量や、詳細等はねまだ決まっておりませんので、おいおい悪魔さんのツイッターの方をチェックしていただけたらなと思います、はい、悪魔的にノー缶バッチだからたまにはちょっとイラストも描いてくださいよ、今回ゼロですからね、うん、もうという、告知のコーナーでした。ほらジャスト収まったんじゃない時間、ゾウさん情報ね、ゾウさん情報は、ね、イラスト描くゾウさん情報はね、おそらく羽生終わりぐらいに受注が開始できるんじゃないかなという、感じで進んでおります。まだちょっと最終決定ではないです。クリパはやりたいと思ってます、そして、クリパのチケットはいつからですかね、もうちょっとです、近々です、近々出ますんで、悪魔サンタは悪魔サンタは本当にそのね本当の本当の年末の週末以外も悪魔さん全部埋まってるんで、本当どっかの平日でね合間見てねじ込めたらねじ込むっていうね、感じですかね、うん、あと何でしょう、あとすごいんですよコメント、今日ほら途中草がいっぱい入るからコメントの流れが早くてクリパに大便くん連れてきてっつった確かにね、箱イベントとかの方が絶対これ面白いですよね、うん、確かにそれはいいかもしれないですね。ミラクル情報はね、あのねまだちょっと進展はないです、公式で出ているのが今のところ最新情報でございます。ね、おうち売れっ子だからねつって無理しないでいいよって言うんですよ。いや本当いつからですか、もう8月からもう毎週末年末まで全部埋まりましたよね、うん、
忙しいね。忙しいんだ。来年はちょっともうちょっとね、時間が欲しいね。ほら、プライベートでちょっとどこどこ行ったみたいなのがいい。あ、ないもんね、もうね、悪魔さんね。そうね、大弁君記念のイラストです、こちら、ブラインドタッチ日記という、ね、でこれもちょっともう1枚だけ写メ撮っといてもらえますか、はい、あ、キャップワーク、キャップこんなところね、というわけで、ほらもうちょっと油断したらもうコメントが20件30件になってくるからね。コアちゃんと2人でやってほしい。いや、そうですね、コアちゃんがだから女性ボイス、悪魔さん男性ボイスでもう成り立ちますよね、これ。このくらいでよろしいか。そうね、そうね、いや、ありがとうございます、わざわざね。という感じで、なんか忘れてないかな、大丈夫かな。今週末小樽にお越しいただける方、もうまだチケットあるのかな、当日券とか出んのかな、ちょっと、僕はそこを把握してませんが、今週末小樽に来られる方、ね、ぜひ楽しそうな企画になってますんで、ガパオちゃんガパオちゃんガパオちゃんにやってますけど、ガパオちゃんとね、やりますんで、ぜひ楽しんでください。小樽、はい、に大弁くんは行きません。そして、来週末はいよいよ羽生でございますが、またね、準備の方もね、追いついておりません、こちらも。そしてガパオちゃんは緑ガパオちゃんは緑ですガパオちゃんは緑だし、ガパオちゃん、そうね、ガパなんだそれガパオちゃんは緑、うん、次の小熊酒はまだ決まっておりませんが、12月中にどこかでやりたいと思っております。はい、やっぱおちゃんは緑です、ね、確かにね、熊僕で大弁くん、そう、熊、そうか、やっぱおちゃんは緑、俺ちゃん紫ふいや、本当ね、これはね、使い方次第ではね、いいアイテムだなと思いますけどね、うん、要所要所でね、このぶっこんでいけたらいいなと思ってます。羽生ね、来られる方はぜひ楽しみにしていってください。はい、悪魔さんのステージ、コアちゃんのステージ、今までにないレベルになっておりますので、ハードル上げますが、羽生、羽生、何ハニーユ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 、ちっちゃいユじゃないですか、ハニーユハニーユ、ハニーユのステージ発表はいつですか、まあ、近日中だと思います。じゃあ最後に皆さんに一言と思ったけども、ハニーユハニーユニャンゴニ教えた。高田のステージでしょ。あれにゃんご不安があって、ほらみんなで集合とか、みんなでダンスとかってにゃんごあんまり機会ないから、まあだいたい最後フィナーレとかのステージになるとだいたい悪魔さんの隣にそそそそってくるでしょ。あれ可愛らしいですよね。で知らないから悪魔さんの振り見て真似するんですよ、にゃんごって。ただ、はい、悪魔さん独特の振りじゃないいつもだから全体揃ってんのに悪魔さんとにゃんごだけ若干違う踊り踊ってるんですよね上手の二人違わないみたいなそこを真似ちゃうんだみたいなね、真似るとこ間違ってるみたいな踊らざるを得なかっただからあれめっちゃ面白かったですよ。全員踊れてんのに違う、もう2人だけ違う踊り踊ってるっていうのはね、あれ なんだろうな、面白いな、すごい目立つんですよ、2人だけ違うからそこ真似たかみたいなやつね
うん、なんかニャンゴ懐いてますよね、悪魔さんにね、可愛らしいですよね。というわけで、じゃ あのせっかく大弁君あるんで、最後に、番組お別れの一言を皆さんにちょっと大弁君ではお願いしてよろしいですか。うん、いやー、高田はね、ほんと、至れり尽くせりで、スタッフ的にも、楽でしたし、ステージもね、あれ、こう見られた方はちょっと今年一満足度高かったんじゃないですか、あのステージのラインナップ、うん、ねえ、ここでこんな豪華なの見れるなんてみたいな、そのここでみたいな、ちょっと失礼なやついっぱいいっぱい言われましたからね、よかったっつってね。では、この一言で、番組はお別れになりますが、最後、若葉さん準備よろしいですか。ではこちらの一言をよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。さよなら、またの、もうね、おやすみ、きゃ。